バーズ。バーズは、アメリカのフォークロック、カントリーロックバンドである。ロサンゼルスで、ロジャー・マッギン、ジーン・クラーク、デビッド・クロスビーによって結成され、その後すぐに、ベーシストのクリス・ヒルマンと、ドラマーのマイケル・クラークが加入した。ローリング・ストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて、第45位。バーズは、 60年代から70年代前半のフォークロックのジャンルでは特に著名なグループだった。ボブ・ディランがエレクトリックギターを持ち、ポール・バターフィールド・ブルースバンドを伴ってステージに立ち、フォークとブルースにロックの融合を示唆する一方で、フォークリバイバル運動の若者はジャグバンドなどに親しむ一方、を、ビートルズや66年以降のザ・ビーチ・ボーイズに注目し、 フォークをロック風に演奏する作語の中、バーズはヒット曲ミスター・ Mr. タンブリンマンでフォークロックの概念を確立させた。21世紀に入ってこのバンドに関してビートルズとボブ・デランの中間という表現がよく見受けられるが、フォークミュージックの温かな雰囲気とロックンロールのリズム感と豊かなハーモニーを融合させた独特のサウンドが持ち味であった。1965年に ボブ・ディランの作ったミスター・タンブリン・マンデデビュー。ついで、旧約聖書のコヘレトの言葉、伝道の書3章をもとに曲をつけたピート・シーガーのターン・ター・ターンが発売されたが、これら2曲はバーズのシンボル的な曲となった。バンドは1964年にロサンゼルスで結成され、それぞれソロフォーク歌手やフォークグループに参加し、コーヒーハウスやトルバドールクラブ、 ウイスキーやゴーゴーといったライブポットで演奏活動し、ビートルズの影響でバンド結成を思い立ち集結した。地元のエレクトラレコードからザビフィターズ、ザビフィターズ名義でシングル制作で録音、当時未発表、ジムディクソンに注目されデモテープを制作している。後1969年にプリフライト、プリフライトとして発売。 1966年初頭には、ジーン・クラークが、脱退、3月14日当時の、サイケデリック・ムーブメントを先取りした、先進的な楽曲、エイト・マイルス・ハイが発表される。この曲は、世界初のサイケデリック・ロックとする見方もある。ロジャー・マッキンの12弦ギターの奏でるうねるような、不協和音的イントロは、ジョン・コルトレインの影響を多分に感じさせる。また、 ラビシャン・カールなどのインド音楽からの影響もあったことであろう。この作品のインパクトは大きくいくつかのラジオ曲がドラッグ体験を連想させるとの理由で放送禁止にした。あとのビートルズのリボルバーなどの作風に大きな影響を与えている。ロジャー・マッキンの12弦ギターはジョージ・ハリスンの影響が最も強い。本人もビデオ等で述べている。 1967年アルバム、昨日よりも若く、ヤン u n g ンイエスタでは、コンセプトアルバムでは、先駆的作品の一つだった。評価が分かれた前作アルバム、霧の五次元、フィフスデュアメンション以降末近の独裁へ主に、クロスビーが反発を強め、メンバー間それぞれの不和圧歴へ発展していた。荒れるメンバー間の関係に、折からのヒッピーカルチャーで浮かれる音楽、アント、 ロックスターを担ぐ音楽ビジネス業界を皮肉り、受け入れらない創作意欲への批判を嘆く、遠征的な干渉、昨日よりも若く希望を、前進を、を込めた社会風刺的な内容だった。前作で行ったサイケデリックな楽曲アレンジの選句は流行になり、関連する実験的音楽、音響効果を最小限に止め、フォークロックスタイルに立ち返ったが思い的なしなどは、 受け入れられず、ほどなくビートルズのサイケデリック作品サージェント・ペパーズ、ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが話題をさらい、脚光を浴びる機会を逸してしまった。ナウテのバード兄弟、ザ・ノートリアス、バード・ブラザーズは1968年1月15日に発売された。先行して1967年10月20日発売されたシングル、ゴイン・バック。 ジェリー・ゴフィンとキャロル・キングの作品ですでに、ダスティ・スプリング・フィールドが1966年7月発表した楽曲で完成が遅れていた、ナウテのバード兄弟へ臨時処置の発売だった。アルバム録音はメンバー間の確室から6月から12月の長期間にわたって収録され、クロスビーは自作曲トライアットをめぐって孤立し楽曲制作の遅れから、 完成の目途が立たない新作アルバムに、バツナギとし、この、ゴイン、バックカバーで、シングル発表することを、レーベル側から提案された。一度は、バンドとして拒絶し、説得に応じスタジオ入りしたのは発売の11日、前だった。その後、ゴインバックは、アルバムへの採用が決まり、クロスビーは前後して、脱退、楽曲不足に、ジーン・クラークが招聘され一時的に復帰した。 バンドの協調結束力は崩れ、マッキンのワンマン体制化メンバーチェンジにつながった。グラムパーソンズが唯一参加したロデオの恋人、スイートハート・オブ・ザ・ロデオ、1968年はナッシュビルで録音され、サイケデリックな作風から、一転、カントリーの要素が色濃く反映されている。アルバム発表後、グラムパーソンズはクリス・ヒルマンと共に合体し、 オリジナルメンバーは、ロジャー・マッキンただ一人になった。その後は、クラレンス・ホワイトのギターをはじめ、高い演奏能力で、カントリーロックを聴かせる、ライブバンドとして定着するが、新曲や、チャートアクションとは無縁の状況で、惰性的な活動に陥り、マッキンは、ソロ活動で打開を構想し、活動を非公式に休止し、1973年に、突然、 オリジナルメンバーで再編し、アサイラムレコードからアルバムを発表し、新作記念のライブ活動を短期間行ったが同年に解散した。1991年には、ロックの殿堂入りを果たした。脱退したメンバーのその後は、ジーン・クラークは、ソロ活動、デビット・クロスビーは、クロスビー、スティルス、ナッシュヤング、クリス・ヒルマンは、グラム・パーソンズと共にフライング・リトー・ブラザーズを、 結成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。